はい、こんにちは、ビッグボーイです。スタルカーシャドウオブチェルノブイリ続きをやっていきます。アンテナでスコーチャーをシャットダウンしたところ、なんだっけな、スカルファだとかいう部隊の人たちが、なんだろう、放射能なんか検知しただとかでこの辺うろつき始めちゃったみたいなんだけど、で、今の目的はこれ。この辺にいるのか。ちょっとナイトビジョンかけたらむしろ見えないや。行った。気づかれてない。このまま脱出するか。面倒事はごめんなんで。スタコラしよう。おお ビクってなったわ。こちらにおったか。モノリス。やっぱりあれ止めたからノイズ消えてんな、この辺。あ、ブローアウトも発生すんのか。ちょっと怖いんだけどさ、この辺で休息を取ろうかな。もう変な化け物来ることもおそらくないでしょう。OK、こんなのいつ手に入れたっけ。寝袋。これで起きたら、そう来ちゃうか。ちょっとね、やばいよ、ここ。なんでやばいかって、身を守る場所。真っ暗じゃ敵が見えない。あ、セーフだった。よし、ブロワード去った後だな。あ、天気悪いけど。え？待って、まだいるじゃん、この。あー、ブローアウト。ちょっと兵士さん、やばいよ、逃げないと。さっきの仲間が、いや、いいんだけどさ、いいんだけどさ。待って待って、仲間もいるけど、ここ入るか。ちょっと収まんの、ここで待とう。ああ、去った。もったいねえ。おまけに腹減ってる。パンでも食べるか。ああ、ああ。なんだよ、これは出んのか。超真っ暗だけど、朝まで寝たのに。もう一回寝るか。あ、めっちゃ喉乾いてる。喉乾いてるっていうか、寝てる間中喉乾いてる。こうか。さて。あーららららららら。あのマリで回って回って回って、うわ、砕けた。任務一覧に
ガイドに会えて、サブクエストだとは思うんだけど、これ無視していいかな？エンディング変化あるやつとかじゃないよな。ん？あ、ここに倒れてんの仲間か。パマギーチェ。パマギーチェ。はい。一言なんか言ってけや。はい、ちょっと君は逃さないよ。取引しよう、取引。いらないものを売りまくると思ったけど、あんた金全然ないやんか。はい、ね、仲間が真っ先に戦ってる。ほら死ぬな。痛い痛い痛い。これ敵モノリスだな。めっちゃいるやん。これでもくれ。一人接近してないか。ちょっとね、もうどれが敵か仲間かも判別ついてないけど、動線が。全部モノリスだな。あ、なんかなんだこれ、いろいろついてる。で、さっき助けた仲間は見事に行ったな。あら、デューティー。あ、デューティーも見事にやられてたのか。待って、弾の数すげえ。これめっちゃ持ってたな。おお、跳ね上がりすごいけど、もうね、さっきまで使ってたこの武器弾少ないから、 SVD これ使うか。よし、すげえな、2208ってとんでもないマガジン量だけど。よし、グループ、あ、グループさん、この方たちでしたか。あ、なんかマンションがある。お亡くなりになってるけど、どうもどうも。あれ、なんで無反応なんだ。殴っちゃうぞ。え、だいぶ粘ったけど、この人たち何やっても動いてくれないから、これしかない。で、死んでも失敗ってなんないし、バグかな、しゃあない。失敗もつかないから、飛ばしてとりあえず北目指すか。最悪これでダメだったら、ガイドっていう方のクエストやるっきゃない。え、ヘリ来たよ。おお、ああ、放射能。ヘリ。あ、なんかもうこの辺だけ本当にプリピアチっぽい。あの、モダンオフェアを思い出すわ。ん？死んでる。おっとっと、どこ？建物も結構放射能すごいのに、どうやって行ったのかって。仲間いるな。
仲間も戦闘してるのか。さっきの人たちはとことん動いてくんなかったけど。敵いる。無視して進んでちゃんとクエスト進行してくれっかな。一応北には進めてるのか。あらら、プリピアチ広いっぽいな。あ、ヘリ落ちてる。ヘリが落ちてる。放射能が強いよ。とにかくこっちに進むか。広いな、プリピャチ。このスタルカー・シャドウ・オブ・チェルノブイリの世界では今んとここのエリアが一番広いんじゃないか。汚染すごくない？しかもアノマリかよ。ちょっと別の道に行きたい。うわ、最悪ランチャーマジかよ。さあ別のとこから進んでるけど、ここも敵の数が凄まじいな。やばいわ。どこだ。アノマリーもすごいし。見えん。あれか、跳ね上がりすげえなこれ。お、近い近い近い。よし、このスコープ中心がどこなのか結構見づらい。ライトつけよう。ああ、まだ奥にいた。待って、すげえいる。どっから撃ってんの？突然来るランチャー攻撃に気をつけよう。うわ、広い。なんだろう、この形状完全にモダンオフェア。敵はいるけど。あれ、なんだの敵。あ、死んだ。観覧車がある感じは覚えてる。プリピアチ実際にあったのかな、こういう感じで。とりあえずずかずかと進んでるけど、ちゃんとクエストが進行してくれるかは正直わかんない。うわ、いるな敵。あら、おお、なんだ、ちょっと遠すぎて当たんない。無視しよう。行くか。
暗い、ここは暗いと思ったらすぐ出口。わわわわ、なんだなんだこりゃ。ちょっとやばい気がしてきた。ここ進むの、どっかどっか迂回できる道ないかな。うん、横の方行った方が良さげ。アノマリーはあるけど、横横スーッと行こう。おっと、そこら中に敵いんなこの辺。あ、だいぶ来た。うわー、一番嫌いなやつ来た。ちょっと待って、こっちにしよう。え、うわって、最悪だ。一番ダメなパターン。あ、でもなんか無視してった。抜け出せない。よし、この武器が一番使いやすい気がする。でもな、弾がな、ショットガン、ショットガン、あ、弾結構ある。こう、これでいってみっか。装備強いからダメージ受けても大した痛手になんないしな。近距離詰めてこれでやっていいかも。ん？ここは？ん？ここどこ？え？原発？みんな死んでるけど。いた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 。あら、敵いる。うわ、遠いな遠いな。これじゃ狙えないの。いや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 、エーリーが操作してる。これでちょっと一気に詰めるか。なんだ、ヘリ降りたのか。え、戦車もいるよ。どうする？うわ、これ、まあ、戦うのはむずくはないけどきつそうだ。何それ、何それ。なんか いろんなことが一気に起こりすぎて。で、今の現在地がなんかちゃんと出てこないんだよね。いや、進むか。あっかん。待って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 、ちょっとこれは無理だ。側面、側面行こう。ヘリに狙われるのはそれは聞いてない。ちょっとこれは無理だ。つうわけでこの手に限る。
あれも撃っちゃうか。届いてない。よし。なんかすごい飛び方してるけど。あ、ヘリが。で、あれを破壊しちゃえば向こうに進めるだろう。で、ちょっとこれね、距離感がいまいちつかめない。危ない危ない、先行こう。戦車とかもそこら中にいる。ちょっと汚染がすごい、汚染がすごい。で、しかもこの辺進めない。ちょっと無駄になんかロケット弾使っちゃった気がするけど、こっち行くか。この辺どこも封鎖されてないか。あー、危ない。ちょっと狙えないな。突破。痛い。なんかゴリ押しになっちゃってる気がするけど、しゃあない。はっ、嘘でしょ。ちょっとやばくない。どうなってんだこれ。こうなったらとにかく仲間がいないんだから無視して突き進んでる。いや、あれ壊れてる。うわ、敵いる。あそこ、あっちの方突破できないとな。ゴリ押す。よし、ここで発電所入った。あっか。よし、もうここから突き進むぞ。強いスーツにした。これで OK。 最初の仲間がちゃんと機能してくれなかったところはショートカットできた。できたけど、ここからどう進む。潜入方法が不明のままだ。ちょっと装備戻して、ここだ。ああ、いろいろあったけど、やっと進めた。なんかめっちゃコッキングする音聞こえたけど、敵がいるんだよな、きっと。なんだ。またそういう類か。ガイガの音がすごいよ。ほら。ショットガンでゴリ押しじゃ。ミスター、ランチャーでもない限り大丈夫だ、ね、ここからの攻撃は。このスーツ着てなかったらすぐ死にそう。いいねえ、カムニエ。リロード。あ、もうこの辺どこ行っても汚染がすごい。こっちか。イディカムニエ。
どこ？ない。あかん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 。望みが叶うならこの放射能なんとかして。Твой путь завершается. Иди ко мне. こっち行こう。リロード。もうこの放射能どうにもならんな。よし。путь завершён, человек.いいグッズな、そっちに言われなくても。よし、待て待て。пришло время. Я вижу твое желание. まだいる。もうここが山だ。ちょっと放射能弱まったか。путь завершён, человек. Иди ко мне.回復しよう。いてててて。特に何も望んじゃいないけど。あ、そうだ、記憶欲しいんだった。記憶忘れた。あ、近い近い。Вознагражден будет только один。だってもうここ原発のあれだよな。こっちに行けばいいのか。Иди ко мне。あかん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 。обретешь то, что заслуживаешь。待って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 。これもう回復できるもん持ってないんだ。まずいよ。Пришло время. Я вижу твое желание. あ、あった。え、待って、これは何？これ。おお。ん？え？え？何それ？あ、大きい人聞いた。あっか。Я вижу твое желание。あ、こっちからじゃいけないのか。じゃ、さっきのとこでいいのか。これだ。Иди ко мне。Ты обретешь то, что заслуживаешь。楽にそこまで行かせてくれよ。え、これ端っこ歩かないとな。じゃあ、よし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 。危ない危ない。で、こっち。твое желание скоро исполнится。иди ко мне。登って。ここ登れないの。登れないのか。こっちだ。Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Ты ма, ахо на мису шта. Кочи да.
よし、近づいてるよ。Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. こっちか。着いた。嘘でしょ。え、俺金持ちになりたいバッドエンド？何それ。え、いやバッドエンドだよね、絶対マルチエンドだよね。え、てか当時の目的は？ストロック探すはどこ行ったの？原発のとこに行って金欲しいで終わり？それないだろう。はい、なんか無音なんだけど、ね、ちょっと知りたかったから調べた。結構エンディングパターンあるんだな。今のは、モノリス系エンディングっていうのと、なんだこれ。もう一つなんか、何々系エンディングっていうのがあるらしいんだけど、今のエンディングは、所持金が5万ルーブル以上の場合に発生する、俺は金持ちになりたいっていうエンディング。はい。で、他に、評判がエクセレント以上の場合、俺はゾーンが消えてほしいエンディング。あと、デューティーとフリーダムのリーダーが両方死んでいる場合の、俺は世界を支配したいエンディング。で、評判が最低な時は、なんだ、これもなんか別のエンディング。あと、不老不死になりたいエンディングっていうのもあるらしくて。で、新エンディングがやっぱり、あるみたいで、そうだ、ガイドだ、ガイド。ガイドのクエスト残ってんだけど、あれやれば新エンディング見れるっぽいです。だから今のどう考えても、バッドエンド。だから、次回は新エンディング見られるように、これで一応エンディングの一つは迎えたんだけども、次回作とかはあるんで、新エンディングが見れる、ガイドクエストから続きやっていこう。じゃあ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。